はい、皆さんこんにちは、伝説のDです。さあ今第五神格では世界大会 COA6 が行われていて、すごくね盛り上がっているんですが、実はこの世界大会に関係するめちゃくちゃ激レアな衣装というのが存在します。プレイヤーの数パーセントしか入手できないようなそんな衣装がありますので、今回の動画ではその衣装の入手方法について、詳しくね皆さんに紹介の方をしていきたいと思います。なんでよかったら動画の最後まで見ていってください。はい、ではね早速喋っていこうと思うんですが、まずそれがどういった衣装かと言いますと、まずねこちらの画像をご覧ください。はい、これがですね過去の、世界大会 COA2 の時に、関係するですね、超激レア衣装となってまして、機械技師のハイドクロートという衣装でね、この衣装めちゃくちゃかっこいいんですが、皆さんこの衣装見たことありますか？いやね、多分ね、誰もね、この衣装見たことないと思います。というのもですね、この衣装は中国限定の衣装となってまして、その入手方法が、この世界大会を実際にオフライン会場で見に行って、応援しに行った方に、配布される、そんなね、衣装だったんですね。まあ、こちらね、日本でも、まあ、この世界大会というのは実際に、オフライン会場が毎年ありまして、そのオフライン会場で応援することができたんですけど、この特典の衣装というのはもらうことができなかったんですね。本当に中国限定での、ものになっていました。なんですが、なんと今年からですね、こちら日本でも入手ができるようになりました。いや、これ、ね、本当にすごいことなんですよ。ですので今年からですね、まあ、こちら、第五神格の世界大会 COA6 を、この実際にオフライン会場で応援しに行った方は、特別なね、限定衣装が、入手できるというね、仕組みになっております。そしてね、まあ、先ほど画像に出した機械技師の衣装は、あれはね、過去の、大会の特典でして、今年の、世界大会の特典の衣装というのが、もうすでに決まっています。そのキャラクターがですね、僕が今、画面で使っているこのキャラ、ハンターの忍者です。この忍者にですね、オフライン会場限定の、スペシャルなね、超激レアな限定衣装が作られました。その見た目が、こんな感じになっています。はい、こちらがですね、このオフライン会場限定の、忍者の、激レア衣装です。いや、この衣装ですね、めちゃくちゃいいんですよ。まあ、普段忍者を使ってる方だったらね、まあ、わかる人にはわかると思うんですけど、忍者ってね、基本的に、まあ、こんな感じで髪の毛が明るい色だったり、まあ、白いね、髪の毛をしてるんですけど、この衣装はですね、黒髪なんですよ。そう、黒髪でね、初めての黒髪衣装になります。そしてね、まあ、服もね、すごいダークな感じでかっこいいので、まあ、これですね、本当にこの衣装持ってる人が、日本人のプレイヤーで本当に多分少ないと思うんですよ。実際このオフライン解除っていうかなり難易度が高いのでね、持ってる人すごい少ないんで、まあ、これ実際にゲットして、まあ、ランクマッチとかね、ランダムマッチとかで使ったら、なんだこの衣装はってなることは間違いないと思います。いや、本当にね、それぐらいね、めちゃくちゃ激レアな衣装なんですよ。いや、本当に最高ですよね。世界大会を生で応援できて、かつこんなにかっこいい衣装をゲットできるって。いや、本当にね、最高だと思います。でね、まあ気になる、こちら実際にではどうしたらいいのか。どうしたらこのオフライン会場に行って、このね、大会を応援できるのかというところを今から、話していこうと思います。こちらですね、概要欄と固定コメントに、この申し込みのサイトを貼っておくんですが、この世界大会というのがですね、この2023年の4月の30日から、5月の3日まで、この大会の優勝が決まるね、決勝トーナメントが、開かれていて、まあ、この4日間のどこかで応援しに行くというのがね、条件となっています。で、こちらの申し込みなんですが、抽選となっていまして、まず、最初にですね、プレイオーダー受付という、先行抽選が、ありまして、で、その期間が、4月の19日の12時から、この4月の20日の23時59分までとなってます。なんで、この先行、抽選がですね、もう本当にこの動画投稿した後、もう直後から、次の日までという、非常にね、短い期間となってますので、まあ、このね、世界大会で実際に応援しに行きたいよって方は、このね、固定コメントと概要欄に貼ってあるリンクから、ぜひね、この抽選を受けてみてください。でね、まあ、これ抽選ですので、外れてしまう場合っていうのがどうしてもあるんですね。なんで、こちら抽選がもし外れてしまった場合なんですけど、これね、諦めないでください。まだチャンスがあります。こちらね、開催される4日間なんですけど、その日付ごとにですね、一般販売というのがあります。こちらね、すべて画像を貼っていくんですが、まあ、4月の30日、5月の1日、2日、3日と、すべてですね、まあ、日付ごとに一般販売がありまして、これが4月の26日の10時からと、なっているんですけど、ここで重要なのが、先ほどはね、抽選だったんですけど、ここの販売は先着順に、なっています。ですのでね、先ほどの抽選が外れてしまったけど、絶対行きたいよって方は、本当にこの時間に、もう最速でね、このサイトで、まあ、この申し込みをすることができれば、
この会場に行くチャンスがね、ありますので、まあ、ぜひね、こちら諦めず、この一般販売、そして、この抽選ね、どちらも皆さんやってみてください。でですね、まあ、こちら、どの日に応援して、ね、いけばいいのっていうことなんですが、すでにトーナメント表がね、発表されていまして、まず4月の30日、こちらの、15時にですね、フェンネル、日本チームからフェンネルの試合があります。で、同じくね、4月の30日の19時半に、ゼータルビジョンの試合がありますので、まあ、この4月の30日はこの日本からね、この2チームが、試合があるという感じです。で、続いて5月の1日ですが、まずね、シード枠で、アクシズウェーブの試合が確定であります。こちらが15時半ですね。で、次に、フェンネルとゼータディビジョンがもし勝ち上がれば、その勝ち上がったチームも試合があるということでですね。いや、本当にね、盛り上がってます。で、そして、次のね、5月の2日、5月の3日ですが、まあ、これもね、全部で勝ち上がったところが試合があるので、本当にどのチームの試合があるかわからないっていうのが、まあ、この5月の2日と5月の3日ということになってます。ですので、本当まあ、確実に自分の応援したいチームを応援するもいいですし、まあ、勝ち上がることを信じてね、まあ、申し込むというやり方もありますので、ぜひね、自分に合ったやり方で、申し込みをしてみてください。で、申し込みの際の注意事項なんかもね、その、概要欄と固定コメントに続けて載せておきますので、申し込みをする際はね、必ずチェックの方をしてみてください。まあ、今回ね、このオフライン会場に行くということで、非常にね、難易度が高いんですけども、いや、それだけね、まあ、行くとね、いいことがありまして、ほんとこの世界大会の試合を生で見るっていうのが、もう本当にいいんですよ。本当に感動するんですよね。僕もね、もう、はるか昔、4年以上前に、実際にこういう大会をね、生で見に行ったことがあるんですけど、やっぱりね、生で応援するっていうのは、本当にもう最高でした。うん、もうその感動とかもね、やっぱり映像で生配信とかで見るのと全く違う感動があるので、まあ、ぜひね、こういった、体験したことない方はね、ちょっと今回のこの機会に、まあ、この衣装がもらえるというね、こともありますので、まあ、それを機会にぜひね、ちょっと新しい挑戦を、してみるのもね、いいかなというふうに思います。ということで今回はですね、まあ、本当にもうごく一部の、方向けの動画にはなったんですけど、まあ、実際こういう衣装もあるよということをね、まあ、頭に入れていただいて、まあ、来年とか、再来年とかもね、こういった限定衣装がありますので、まあ、ちょっと今後もね、こういうところチェックしていただけたらとても嬉しいです。みんなでね、第五人格世界大会、応援していきましょう。はい、ということでちょっと後半はね、同じくこの世界大会の、去年のやつかな、去年の限定衣装のクモちゃん使っていこうかなと、思います。この衣装もね、限定表記がついてる限定衣装で、去年はなんでかわかんないんですけど、この会場に別に行かなくてもですね、まあ、このゲーム内で、入手することができたんですよ。そう、1年前もやってる方だったら、まあ、この衣装知ってる人もいるかな。背中にこのね、なんていうんだ、この、美容院じゃない、床屋さんのやつがついてるんだよね、これね。さあ、ということで、初手一刀こがし、これやだな、ちょっと離れよう。これ離れることによって、この一刀こがしが追ってきてる。そう、この円からね、抜け出せば、ちゃんとこの、催眠状態かかんないんで、一回出て、で、ちゃんと催眠状態使わ、あ、やばい、まあ、あ、やっちゃったかも、これ、あ、催眠状態入っちゃった、最悪。せっかく離れたのに。あ、これやらかしたな、これきついな。まあ、でも普通に追っていくか、そうなったらね。いやー、ほんとこの衣装も可愛いよね。めちゃくちゃ可愛いよね。何この衣装。ほんとによく見ても面白すぎるでしょ。そこ、3加速使って1ダメージ、オッケー、完璧。よしよしよし、いいんじゃない、かなり。いいんじゃない、これ、ここも加速使っちゃう。あ、1加速あ、2加速え、3加速あ、やべ、ちょっと3加速目うわぁ、やべ、うわ、やっちゃったー。3加速目張り損ねて、ちょっと、うわ、ギリ間に合っちゃって、鬼没なんか焦って使っちゃった。最悪、これやばい。これ最強のやらかしですよ、これ。これちょっとやっちゃいましたね。うわ、きついなー。最近、ほんとこの一等小返し増えたよね。すごい、なんかオフェンスがね、結構きつくなってきてから、その救助職の、まあ、傭兵の代わりとしてね、最近すごい多くなったけど、いや、きついな、これやっちゃったぞ。まずい、まずい、まずい。いやー、これどうやって倒すの、普通に倒せる、倒すか。ここ一回かあって、板倒して、持っていこう。まあでもほんと今回ね、この、世界大会のね、会場の、キャラが忍者ということでね、いや、いいよね、羨ましいよな、ほんとに。この過去の、オッケー、ダウン取れた。過去の機械技師のやつもさ、めちゃくちゃかっこよくて、これもうほんと欲しかったんですよ。僕ね、機械技師の衣装全部集めてるんだけど、あれはね、その中国限定だったからゲットできなくてね、すごいもういいな、いいなと思ってたんですけどね、ちょっと今年から来たということで、本当に忍者ね、使ってる方とかね、忍者好きな人すごいいいな、羨ましいなと思います。まあでもそれでもやっぱね、ちょっとオフライン会場限定なんでね、そうゲットしたくてもゲットできないことの方が多いと思うんですけど、いや、ぜひね、ちょっとね、今回の動画見た方でね、おっと思った方はね、ちょっとぜひね、やってみてほしい。
さあこれどうしようかな。これちょっと速トンネルしかないんだよな。もうこれもう体力状況的に速トンネルするしかない。だからここは殴らずにキュードさせて、ちょっとこの昭和避けつつキュードさせて速トンネル OK。 これでいい、これでいい。でこれでもうどんどん速トンネルして体力が上がんないよという状況を作るしかない。もう僕に勝ち目ない。 OK、 これでかっ、これいいな、これいいぞ。でしかも幸いなことにこれレッカピ回してくれてありがたい。これちょっとやろうか、このクモちゃんにしかできないやつやろう。ここに持ってってこの進んでる暗号機の目の前で眉包み。いや強い強い。いやこれはワンチャンあるな。初動でやらかしちゃったけどね。いやいいぞいいぞいいぞ。これならまだ、これならまだある。いやー決めたいなー。いやーどうだ、どこから来る。ちょっとね、でもまだ1個ミスしたら終わるよ普通に。ここここもクモ糸当たるね。いやクモ糸マジで当たるな。えめちゃくちゃ調子いい、クモ糸の調子が。でこれ単行者ターン取りたい。やばい、めっちゃ調子いい、めっちゃ調子いい。オッケー、完璧。これはちょっと世界変わったんじゃないか。よし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 。いや一気に大逆転あるぞ、でかー。いやー初動でやるかした時はどうなるかと思ったけどね。いやいいね、よしということでここに移りましょう。でまあ、今、使ってクマちゃん使ってるけどね、来年の世界大会はね誰になるでしょうね、このねオフライン限定 の, パあのキャラね、誰になるかな。いや本当ね楽しみだね。来年も、来年のこの世界大会の UR 賞も楽しみだしね、誰がコンセプトになるか本当にね、そういうところもねすごい楽しみですよ来年も。まあ、まだ今年がねまだ今絶賛にやってますからね、それがまず応援するところだとして本当来年も楽しみ。さあここも雲を吐き、いやここちょっと調子乗ったな、さすがにちょっと調子乗っちゃったわ、さすがにね。まあここは普通に殴ろう、 OK。 でこれちょっと上がる、どうだ、ちょっと微妙だな、怖いね、怖いところ。でもこれダウン取りたい、これダウン取って上がらない、上がらない、上がらない。おおこれは全然ちょっと本当に勝ちまで見えてきた。いやすごい、こうやって逆転できるんだね、楽しい、楽しい。いやーいいなー。ほんと僕普段ね、パルクとかそういう特殊なキャラしか使わんから、こういうなんか順当にね、やっていく感じの、順当に殴って殴って、寄せてみたいな立ち回り普段やんないから楽しいね。で、これちょっとできれば中間、遠い、椅子から遠いところで殴りたいな。そしたら瞬間移動で戻ったりとかもできるからさ、どこに、あー最悪、裏から来られちゃった、マジか。うわーそっちかー、ちょっと見てなかったな、そこ。うわーこれ。最悪椅子前まで来られちゃった、くっそー。いやーマジ、ちょっと 速ダウン取りたい、速ダウン取りたい。これちょっと待って、速ダウン鬼没でしと、うわー最悪最悪だ、鬼没使おうとしたらよ、ちょっとまあやられたな、これ逆に僕に寄ってきてちょっと行き過ぎちゃったね。いやこれちょっとこれは引き分けかな、さすがに。うん極限し、さすがにこれ反対ゲート間に合っちゃうよなー多分。一応ね、まだ4回ぐらいはね、置けるんだけど、これ4回でいけるか、ちょっとまず1個目。さあ間に合い、頼む、2個目。さあ間に合ってくれ、さあ耳鳴りする、ここで耳鳴りする、3個目。あれ？ここで耳鳴りするぞ。お、待って、これはあるな。これはあるな。お、耳鳴りする。あ、いる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 。待って、ちょっと、その救助待って。じゃーっとちょっと、でもある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 。嘘、これ勝ち場であるぞ、まさかの大逆転、これ熱いな。ちょっと待って、すぐダウン取らせてお願い。楽しいんだけど、もあーこれもったいね、ちょっとこれもったいね。単行者ちょっとね、起きるのやだな、怖いな、これどうしようかな。あでもここおーでかー、そこで弓矢カットのでかすぎる。じゃ単行者がどう起きるか、さすがに起きちゃうか、起きちゃうよね。じゃあ一回釣るか、一回釣ってで北ゲートが開いてるん で瞬間移動もたまるん でこれちょっと勝負だな。うんちょっと行こう、北ゲート寄せよう。で、中間で単行者いればラッキーだし、どっちが北ゲート先に着くか。さあどうだ、北ゲート行ってるのかそれとも行ってないのか、まあどうだ勝負。さあ雲に立って、北ゲートをまずチェック。北ゲートにはいないということは、じゃあちょっと中間探しに行きますか。いなかったら瞬間移動しよう。うん。お、みんなにする、みんなにする。あ、あるあるある、これある、これある。え、でかすぎるんだけど。待って、見つけたい。この中にいたりしない。いる。いける。落ち着け。確実に行けよ。いっぱい熊糸割とあるからな、熊糸割とあるから。ただちょっと磁石が、嫌だな。あ、そこの糸、再利用できるの熱い。さあ、これ1スターン。はい、じゃあ、
やばい、ちょっと待って、はい、はい、じゃこれで加速でドコンと、ちょっと、やっちゃった。あ、これ、雲練習します、すいません。ということで、ご視聴ありがとうございました。動画見てくれてありがとう。これからも第五人格の最新情報やプレイ動画をアップしていきますので、よかったらチャンネル登録お願いいたします。それでは、次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。